信、プレミアビップシップス、現在の序列がこちら。グラブの格みたいなの教えて。リーグの順位でいいだろ。それはその時の最新の強さと勢いでしかない気がする。過去のタイトル数とかファン数とかそういうの。上、マンユー、マンシー、リバプール。中、アーセナル。下、チェルシー、トッテナム。こんな感じ？シティとリバプール以外は落ちぶれてるイメージだけどな。ビップシックスなんてもはや死語だろう。1マンユー、2アーセナル、3リバプール、4マンシー、5チェルシー、6トッテナム。これやな。マンシーとチェルシーは大金持ちがオーナーになる前はただのカスだったイメージしかない。格がどうって言ったら圧倒的にユナイテッドだけど、マジで10年以上続く低堕落でガムジー引退してからプレミア1回も取れてないのが。マンユーってファーガソン辞めてからずっと微妙なのがな。トッテナムは過去に遡っても現プレミアと現 CL は一度も獲得してないぞ。CL 優勝なしのチームはビップに入れなくていい。アーセナルを上位にしたい気持ちはあるが外観戦タイトル数が少ない。言ってみれば伝統と人気はあるけど格式不足。プレミア優勝は20年以上前。CL 優勝は愚か言える優勝経験もなし。人気だけはあるけど実績がまるで追いついてないわね。21世紀以降唯一リーグタイトルを取ったことがないのがカスパ。当然 CL も優勝してない。国内カップ制覇すら15年前。ビップクラブでもなんでもないし明らかに場違い。スパーズが一番下なのはみんな一致してて草。